第32位。宇宙エースですね。これもね、私の幼少期の時の漫画なので、もうほぼ記憶ないんですよ。筋はほとんど覚えてないんだよね。ただまあその後にキッズステーションだっけなで放送されて、大きくなってからね、それでまあちょっと見たので、まあ出だしはなんとなくわかるんですよね。あのね、これどんな話かっつうと、なんだっけ、ああもう忘れてんだあのね、確かそうそう、あの最初ね、海の底で真珠みたいなのがね光ってね、でなんかパルスを発信してんのよ、電波みたいなのを発信してんの。それをあの地球のね科学者のね、タツノコ博士っていう博士がいるんだけど、なんか白い総白髪に白いひげの博士がいるのね。でそのタツノコ博士がキャッチするんだよね、その海の底から発信されてるその電波っつうかな、何かしらの信号をキャッチするわけで、娘がアサリちゃんって言うんだよね。アサリちゃんってあの昭和50年代のあのギャグ漫画のアサリちゃんじゃなくて、ね、あのアサリちゃんっていうやっぱり同じ名前の女の子いて、こっちのアサリちゃんはねすごい可愛いの、あちょっと美人タイプのアサリちゃんなのね。でその2人で海の底にこう行ってみることにするわけ。その発信元のところに行ってみるの。ならばその真珠貝みたいなやつだと思ったな、真珠貝みたいなやつの中に真珠みたいなものがあって、それが発信してんのよ。でその真珠みたいのを研究所に持ち帰って、でその地球のみんなでね、その科学者かなんかのみんなで討議するわけ。これは一体なんだっていうことでさ、討議してて、その場でね、確かね、その真珠みたいなものが帰るんだよね。帰るっつうか、あ、卵じゃないんだよな、なんかその中からね男の子が出てくるんだよ。それが宇宙エースなのね。だから宇宙エースはもともと地球に来た時に、多分ねそのホタテ貝みたいな格好してるのが宇宙船なんだよね。宇宙船、あの宇宙エース君が乗ってきた宇宙船なんだよ多分ね。でその中の真珠貝みたいのが、まあその中なんか安全装置かなんかだったんだろうね、その宇宙船の中の保護膜かなんかだったのかもしれない、ね、まあちょっと細かいところは忘れちゃってんだけど、でそうやってエース君が出てきたわけ、中から。で出てきたらこの宇宙エース君ね、ものすごい暴れん坊でさ、要するにまあ地球のそのわんぱく坊主と同じで、こう自由になったと同時にその研究所の中だと思うんだけど、その建物の中をさものすごい勢いで動き回って、まあ空飛ぶんだよね、飛び回って、であっちこっち壊したりしたと思うな。とにかくものすごいわんぱくなのよ。ところがさ、地球人のみんなはそれが分かんないから、なんか破壊してんのかなんか分かんないんだよね。最初はねこのエース君ね、どういう立ち位置かよく分かんないので、何だったっけな、なんかでね、結局彼には故郷の星があって、そこを脱出してきたってのは分かるんだよね。でエース君一人で脱出したことになっちゃってんだよね。多分ねお父さんとかお母さん別にいてはぐれちゃったんじゃないのかな多分。でエース君だけがその海の底でいてなんか発信してたんだよね。でそれで、まあ、地球のその科学者のタツノコ博士、他のね政府関係者かなんかいっぱい大人が集まってるとこで、まあ外に出てきたと、表に出てきて自由の身になったというところでね。で、まあ、地球人と違っていろんな能力持ってるわけよ。あのシルバーリングって言ってさ、輪っかみたいのね持って、それに捕まって空を飛んだり、あと多分ね根本的な力とかそういうのもね地球人より強いんだと思う。でそのシルバーリングを投げて、輪っかを投げて、それでなんかそれでいろんなものを切断できるんだっけな。とにかくシルバーリングは乗っかることもできるし、それからそれに捕まって飛ぶこともできるし、
あと武器にもなってたと思うんだよね。そんな感じの宇宙エースくんですよ。で結局地球人に力貸してくれることになって、いろいろこう地球の事件とかを解決する解決してくれるっていう風に協力してくれることになるんだよね。細かい経緯はちょっと忘れたけど、結局はそうなるというお話なんですよ。それから何？コマーシャルで、エース君はね、エネルギーがなくなるとね、風船ガム噛むんだよねこれあのカネボーハリスが提供なんで、ハリスガム噛むんだよねまあ劇中ではもちろんハリスガムって多分言ってないと思うんだけど、まあそれ多分ガムじゃないんだよな、漫画の中では。なんか、まあ、エネルギーって称してエネルギー補給みたいなことを言って、でくちゃくちゃすんのよ。そのガムみたいなこう、ね、長方形のやつ口に入れて、でくちゃくちゃすんのよそれがエネルギー供給ってことで、まあ、提供がねカネボーハリスなんて、そので宇宙エースの風船ガムももちろん売ってたんでね、そういう感じなんです。でも、まあ、これね、なんでねこうやってランクインしてるかっていうと、まあ、私やっぱりこれは幼少期なんでほとんど筋覚えてないんですよ。まあ、筋は全然覚えてないのね。ただいろいろ端々覚えてて、やっぱりエース君の格好とか覚えてるしさ。でエース君はまあ宇宙人ではあるけど、まあ普通の子供に近い格好してるわけね。あの鉄腕アトムには私そんなにね感情移入できなかったのよ。それまあ後から考えてですよ、後から考えて鉄腕アトムよりも、まあ、この宇宙エースとか、あとこの後出てくるねもの、なんだっけ、宇宙パトロールホッパとかね、あの辺の方が感情移入できたのよ、後から考えればですよ。でなんでかなって後から思って考えて思いつくのがね、アトムってさ空飛ぶ時にさ足からジェット噴射してんのね。あれってねやっぱりもういかにもロボットなんだよね。ところがエースとかさホッパーはさ空を飛ぶ時にそんなあれじゃないんだよね、火とか出さないのよ。エース君は、まあ、そのシルバーリングに捕まったり乗っかったりして空飛ぶしさ、だ飛んでる時は普通の人間体なんだよね。飛んでる時はっていうか、まあ、常にね普通の人間体なの。だから、まあ、宇宙人ではあるんだけど見かけはもう全然普通の人間の子供だからね。だからちょっとね親近感があるのよ、湧くのよ、湧いてたのよと、まあ、当時私も幼児ですからね。エース君何歳ぐらいの設定なんだろう。彼も多分人間で言ったら小学校低学年とかそのぐらいの設定だと思うんだけどね。だからまあ割とこう近い位置にいるから結構ね、親近感はあったんです、エース君にはね。アトムはねなんつうかな、やっぱり全体的にこういい子いい子してるし、でジェット噴射もしてるしね、ちょっとあんまり人間っぽくないんだよね。それは大きくなって後からこう自分の当時の気持ちを清算してみてそう考えたってことですよ。子供の頃は全然そんなこと思ってないし、鉄腕アトムも宇宙エースもどっちも楽しみに見てましたけどね。ただ、当時感情移入していたのはやっぱり宇宙エースの方で、でいい思い出として残ってるのもやっぱり宇宙エースの方で、鉄腕アトムにはそういうなんかほのぼのした思い出ってのがあんまり残ってないんですよね。で宇宙エースは他に覚えてるのがね、あのヤドカリ記者の声相川金也さんがやってたんだけどね、大変だ大変だとかそんな、そうこんな声出すんで、大変だ大変だとかこんな声でね甲高いんですよ、ヤドカリ記者って。それで大変だ大変だって言いながら変なね乗り物乗ってんだよね。まあ今の言葉で言うと空飛ぶスクーターみたいな感じだ。まだ私幼児だからさ、スクーターってのもよく分かんないし、でしかもそれでさ空飛んでるしさ、そんな乗り物普通ないからね。今でもそんな乗り物ないんだけど、だからあれ未来のお話なんだよねやっぱりね、多分ね未来のお話なんだと思うけど、だから変なもの乗ってるなーって感じで見てたのと、あとあの甲高いね相川さんの声がね妙にこう記憶に残ってんすよ、やっぱり甲高い声だから。そんなとこかね。だから話は全然覚えてないんだけど、そうした部分部分覚えてることと、
あとね、全体のこのやっぱり私は幼少期見ていた番組のランキングの時にね、ランクインさせる時に大体言うこととして、まあ、全体的な雰囲気の記憶が良かったっていうねこと、ね、だから宇宙エースもまあそれを見ていた時のさ、なんとなくの気持ちの全体像みたいのは記憶にあるわけよ。一つ一つの細かい話は覚えてないけど、あ、それでのランクインっていうことですね。